それではライダーの宮城ひかるさんにお願いいたしましょう。皆さん大きな拍手よろしくお願いします。団子はなく、そのヒュイーンという電気サウンドを残してあっという間に加速をし走り去っていきました神殿です。さあ先ほどはその戻ってきます。通過していきましたね。ちょっとグランドスタンドの方だと耳を澄まさないとそのサウンドが分からないか分かりません。今ちょっとマイクで拾ってみたんですけども、お聞きいただけましたでしょうか。100マイルの平均スピードで超える、そんな能力のあるこの神殿。このチャレンジはまだまだ始まったばかりです。これからどんどんといろいろ開発が進んでいくと、もっともっとコンパクトで、そしてもっともっと軽量に、そして性能の、さあそれでは皆さん大きな拍手で迎えてください。新しい時代のレーシングマシン神殿、今無事に帰還です。素晴らしい走行でした。ライダー宮城ひかるさんです。どうもありがとうございます。大きな拍手をどうぞ。さあでは宮城さんにはちょっとヘルメットグローブを取っていただいてね、一言だけお話を伺いたいと思います。いやー本当にこんな全開で走ってて静かなんだ、びっくりしましたけれども、さあ風の音を聞きながらまさに、宮城さん帰ってきてくれたと思います。では宮城さん一言お願いします。素晴らしい、何か異次元の何か私も体験させていただきました。はい、ありがとうございます。6月のマントで、このクラマーもピエロさんのお話の通りですね、入場しました。まあそういったマシンがですね、こういったたくさんのお客様の前で、走らせていただけたことにまず、感謝したいですね。ありがとうございます。何か新しい時代の扉が開いたな、そういうふうに感じさせる走りだったわけですけれども、宮城さん開発にも携わりましたんで何か思うところありますか。オートバイの既存のオートバイの形をしていますけれども、まあ、中身は本当にその未来に夢を託せるような、ノウハウがいっぱい詰まっています。今までのオートバイと同じ形をしていますが、乗るとフィーリングが違います。音もしませんし、今までとは違う新しい乗り物として僕は見てもいいんじゃないかなと思いますね。これからまさに未来を担う子どもたちも今日は夏休みということでいっぱい来てくれました。そんな未来のね、夢を持っている子どもたちにも伝わるようなそんな熱いメッセージをお願いします。はい、今までのそのレシプロエンジンの魅力も素晴らしいですし、また新しいこういった電気バイクの未来も大きく開けてくるんではないかなと思っています。今日お越しいただいたちびっ子の皆さんはですね、多分大きくなってオートバイに乗られる頃には、こういったものも製品として完成されていると思います。その時には幅広い、二輪であったり、また幅広い四輪を皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかなと思うので、今の僕たち大人が一生懸命いいものを作っていきますので、ちびっ子の皆さんは楽しみに待っていてほしいかなと思います。ということで宮城さん、まさにコレクションホールの胴体保存をされているそのテスト走行から未来の乗り物まで、まあ、いろいろなね、本当に過去から未来の乗り物の架け橋になっていただいています。本当に宮城さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ということで宮城ひかるさんに今一度大きな拍手よろしくお願いします。ありがとうございました。さあということでこの時間はですね、本当に過去の素晴らしい